月山古墳は岡山県瀬戸内市小佐船町にある古墳。形状は前方公園墳である。古墳時代中期の5世紀後半から6世紀前半に築造されたと考えられている。全長は約82メートルで、前方部は幅約66メートル、高さ約10メートル、公園部直径は約38メートル、高さ約9メートルと、 公園部の方が前方部より低くなっている。北に伸びた丘陵の橋を加工して造営されている。噴球は二段構造となっており、各段の縁と噴球の裾部に、埴輪が配列されていた。公園部の噴頂中央にあった縦穴式石室は、割石小口積みでできていたが、明治40年に発掘され噴頂部が削り取られた。このため家型石棺が露出している。家型石棺は、 業界が安静である。当初、大阪府と奈良県の県境にある二条山で産出されたものと推測されていたが、近年の研究では、熊本県宇都市産出のアソピンク石であると考えられている。昭和63年に発掘調査が行われ、埴輪の配列のほか、墳球には15センチメートル台の隠れ木の吹き石が吹かれ、古墳の周囲には二重の集合が巡らされていたことが、 確認されている。出土品として、新人画像鏡一面ガラス製マガタマ、壁玉製管玉、鉄剣、鉄符、自家刀、槍、矛、鉄属、炭鉱、兜、靴は、行用などが出土し、現在これらは東京国立博物館に収蔵されている。昭和34年3月27日、岡山県の史跡に指定された。古墳の北側に隣接し、 高床式建物をイメージして、平成8年4月に開館した展示施設である。周辺の古墳や西谷遺跡、末木鎌跡、廃寺などの遺跡から出土した陶器を中心に展示を行っている。開館日は、土、日宿日の9時30分より17時。入館は無料。所在地は、岡山県瀬戸内市小佐船町西末500人のに、ありがとうございます。